ということで皆さん、最新189は見ましたでしょうか。第189話を一言で言うとすれば大爆発でしょうか。勝利の展開でツイッターのトレンドにも呪術廻戦が乗るほどエグい展開でした。ということで今回は呪術廻戦最新189話について徹底考察していこうと思います。本考察動画は本誌単行本で189話を見た方への内容となっておりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第189話のタイトルは東京第二コロニー8。東京第二コロニーではですね、ハカリとカシモが激突し、一進一退の攻防が続く中で、ついにカシモがハカリを追い詰めましたよね。その中注目の第189話は、ついに注目のハカリ対カシモが激アツの展開を迎えます。そんな189話の考察テーマは大きく、強運すぎる、頭脳戦、塩素ガス攻撃、カシモの水素爆発、第190話以降の展開。それでは考察をお楽しみください。第189話の考察に入る前に、一旦ここで今一度ハカリ禁止の座殺爆弾の能力についておさらいしておきます。ハカリのプレイするパチンコ台 CR 私鉄巡回列車なんですが、なんと肝心の大当たりの確率が239分の1でした。そして大当たりすると 75% の確率で核変に突入、 25% の確率で時短に突入します。ではそれぞれ説明します。まずは核変から説明します。核変は確率変動の略で、大当たり確率が高くなっている状態のこと。例えばですね、通常時の大当たりの確率が300分の1だとすると、核変に入ると大当たりの確率が50分の1など飛躍的にアップします。そしてですね、破壊のプレイするパチンコ台 CR 私鉄巡回列車の核変突入率がですね、なんと約 75%、 大当たり時にですね4分の3で核変に突入するんです。次に時短について説明します。時短とは大当たりが終了した時に電動チューリップなどの解放によるスタートチャッカーへの入賞のサポート、いわゆる電柱サポートで、その規定回数というのがですね70回転もしくは30回転というわけ。もちろんですね、規定回数を回し終えると通常時に戻ってしまいます。ちなみにですね、核変と違って大当たりの確率は通常時の239分の1のままとなります。そして第188話では大当たりを引いたハカリが大当たり直後の4分11秒間の無敵モードに突入するも、タイムリミットでジエンドかと思いきや再度座殺爆弾を披露しています。しかし第189話の冒頭でも説明があったように、今回はですね核変ではなく時短なので239分の1の確率をぶち当てないといけないわけなんです。しかしハカリは見事瀕死の状況で起死回生の大当たりを引き当てることに成功しました。ただこれ実はですね、239分の1の確率じゃんかったんですよね。その種明かしが時短潜伏。時短潜伏とは電柱サポートがつかない核変状態のことです。言い換えるとですね、スタートチャッカーが開く頻度と開く時間が通常時よりも増加するわけではないんですけども、内部的にですね核変状態になっている状態のことをですね時短潜伏と言います。なのでパッと見は時短なんですけども、実は内部的に核変状態となっていて大当たりを引き当てやすくなっているんです。あまでもマックスでも30回以上ハマったことねえんだわ。さらにカシモがハカリ検事を強運と評しているんですが、そもそもハカリはアマでもマックスでも30回以上ハマらないというとんでもない強運の持ち主です。よってこのタイミングで大当たりを引き当てたことには何ら違和感がないかもしれません。ちなみにアマとはアマデジのことで、比較的大当たり確率が高めのデジパチを指す通称で、マックスとはマックス機のことで大当たり確率が低いデジパチを指す通称です。こうして大当たりを引いたハカリ検事は再び4分11秒間の無敵モードに突入し、オート反転術式で肉体を回復。まさに強運です。そして第189話の衝撃の一つが、まさかの頭脳戦の突入でした。そもそもハカリといえばそこまで頭脳派な印象がないですよね。というのも公式ファンブックの呪術高専生スキルグラフによると、ハカリの座学はですねなんと10点満点中の2点と高専生の中でダントツの最下位なんですよね。ちなみに座学1位はですね伏黒と東堂が10点満点で、2人ともですね呪術知識に秀でて頭脳戦は得意なイメージがあります。しかし今回のハカリはですね、カシモはじめの弱点を瞬時に見抜いてですね海に落としているんです。というのも実はカシモはじめの電気と同質の磁力というのは海中に一度磁力が流れると空っぽになるまで止まらないとのこと。なのでカシモはじめは全磁力を放出して空っぽにするか、海中で磁力を断ち続けなければならないんです。つまりカシモは海中で電気を使えない。ちなみになんですけども、カシモを海に落とした方法が結界の座標移動。これまで結界の座標移動が出てこなかったので読んでて一瞬戸惑ったんですが、領域展開をする側はですね自由自在に結界の位置を変更できるようです。ただし未確定要素が多すぎるので条件がおそらく2つほどあるかもしれません。1つ目の条件候補がですね、領域展開が解除された時限定です。当たり前ですが、領域展開を開始するときは結界の位置は領域を唱えた場所です。ただし解除される時のみ別の位置から出ることもできるんじゃないかなと。2つ目に座殺爆と限定。これまで数多くの領域展開使いがいたにもかかわらず、ハカリしか座標を移動できていません。よって座殺爆と限定の性能の可能性もあります。例えばパチンコでは台を頻繁に変えるため移動することからですね、その辺のモチーフを踏襲したかもしれませんね。
ただ予想外だったのは、鹿島はじめが反撃の一手として塩素ガスの攻撃を使ったシーンです。これは驚いた人も多いんじゃないかなと思います。鹿島はじめのインテリジェンスは常人離れしたもので、とても400年前の術師とは思えないほど科学に精通しています。なんと東京第二コロニーの東京湾の海水を利用して、汚れた海水と電気を化学反応させて毒を発生させているんです。そしてこの毒の正体は塩素ガスであり、発生方法は電気分解です。ここで簡単に中学校の理科を復習しておきましょう。皆さん中学校の理科の授業でですね、電気分解の実験をしたことがあると思うんですが、そもそも電気分解とは、分解したい対象物質を溶解させた溶液に電圧をかけて電流を流すことで、化合物に対してプラス側で酸化反応、マイナス側で還元反応を引き起こし、それによってですね、電気化学的に分解する方法のことです。一言で言えば、化合物に電気を加えて化学分解することですね。では海水を電気分解するとどうなるのでしょうか。実は海水を電気分解するとマイナス極からは水素ガスが出るんですが、プラス極からは塩素ガスが発生してしまうんです。そんな塩素ガスは目、皮膚、気道を強く刺激し、低濃度でも鼻や喉、目に刺激を感じ、吸った場合は排水腫を起こすこともあります。そして塩素ガスを大量に吸入した場合には死に至るとされています。ここで話を戻して、測る近似は急に息が、メモと気道や目を気にしていたんですけども、これはまさしく塩素ガスを吸い込んだ症状と酷似していますよね。よって測る近似はこのまま塩素ガスを吸い続けると死んでしまうと思われます。そして今回塩素ガスが毒として作中では描かれていたんですが、この毒と反転術式の関係も判明しました。作中で毒といえば長宗の赤血素術を思い浮かべると思うんですが、確かに渋谷事変後には長宗の鮮血で裏梅を行動不能にさせていたんですけども、この裏梅を毒で動けなくさせた毒のダメージの伏線が第189話で回収されました。結論から言うと、毒は反転術式の対策になり得る。というのもですね、実は解毒する場合2つの工程が必要になるとのことで、1つ目に原因物質の特定、2つ目に原因物質の除去。まずは1つ目の原因物質の特定について、化学や薬学に精通していないと原因物質の特定は難しそうです。よって座学の低い測る近似はもちろん、学生の乙骨も毒対策は難しいかもしれません。下手すれば宿儺や五条悟でさえも専門知識がなければ毒に対する対策はできないでしょう。唯一例外的なのが家入祥子で、家入祥子は薬学や医学などに精通しているので、おそらく家入祥子はこの原因物質の特定と除去は対策はできると思います。次に2つ目に原因物質の除去について、原因物質を特定したとしても除去するほどの反転術式の能力が必要になります。となると毒を除去するには家入やすくなるような反転術式の手だれでないとできないということでしょう。まとめると、1つ目に原因物質の特定、2つ目に原因物質の除去。以上2点より、反転術式使いには毒が効くという新事実が発覚しました。しかし今回の第189話の作中では、測る近似は寸前のところで解毒に成功しているので、測る近似のオート反転術式は宿儺や家入クラスの高度な反転術式に当てはまると見て間違いないのと、はかりは塩素ガスを特定して除去していたことから、実ははかり近似の座学は2ではなく8から10くらいあるのかもしれませんと思ったんですが、毒物の除去も無意識化で行えるのか。注目なのは、鹿島の毒物の除去も無意識化で行えるのかというセリフです。あくまでもはかりは無意識にフルオートの反転術式で塩素ガスの治療を行いました。これが家入や宿儺の反転術式であれば、あくまで意識的に原因物質の特定をして除去するんですが、はかりは無意識で勝手に座殺爆糖は原因物質の特定と除去をしてくれるので、眠ってても何しててもどんな状態以上でもフルオートで回復できると思われます。間違いなく呪術廻戦史上最強の回復手段だと思います。よってはかりは座学が2だとしても、勝手に座殺爆糖が原因物質の特定と除去をしてくれるので回復できるというわけなんです。そして第189話のラストで大爆発が起きるんですけども、この大爆発の正体はですね、おそらく水素爆発です。先ほど海水を分解するとマイナス極からは水素ガスが出て、プラス極からは塩素ガスが発生すると解説しましたよね。そして塩素ガスによって気を失ったはかりが海水に引き込まれて乱打戦になったわけなんですけども、忘れちゃいけないのが電気分解から出た水素の方です。そもそも水素とは宇宙で最も豊富に存在する元素であって、宇宙の質量の大半を占める元素です。空気よりも軽い水素は無色
無臭の気体で、水素自体は吸い込んでも害がないんですけども、実はですね、水素は一定の濃度を超えると引火する危険性のある可燃性のガスなんです。つまりカシムはじめが海水に電気を加え電気分解をし、多量の水素が充満したあの場所にカシモかハカリのどちらかが着火すれば、水素爆発が引き起こされる可能性があるんです。そして着火した可能性があるプレイヤーはですね、おそらくカシモはじめでしょうか。カシモは電気と同質の磁力を持つので、強い雷を発生させることができれば、雷による火花で酸素と水素に着火し大爆発が起こせる可能性もあります。となると第189話のラストの大爆発はカシモはじめが意図して発生させた爆発かもしれません。とはいえカシモはじめの雷から火花というのはどうしてもこじつけ感が強いので、フラットに考えるとですね、あの場で水素爆発を誘発させる要因が見当たらないんですよね。ではハカリキンジが水爆を誘発させたのかと考えても、ハカリキンジの挫殺爆投や能力に水素爆発の起爆装置になりそうな要素はありませんでした。しかしもう一つ爆破を誘発させる方法があります。それが自然に爆発させる方法。水素に着火すれば水素爆発が起きるんですが、実は着火せずとも温度が500度よりも高くなると自然に発火して水素爆発が起きます。海水の温度は上がっている。そして第189話でハカリがですね、カシモの呪力によって水温が上がっているのを示唆していたので、これは水温の上昇が水素爆発のトリガーとなるケースでしょう。ただし爆発の条件は温度500度なので、超熱湯になるので爆発以前にそんなところにいたら死にそうです。第190話以降の展開なんですけども、やはり注目なのはハカリキンジ対カシモはじめの勝敗でしょうか。そして勝敗を左右する上で最大のキーポイントになってくるのが第189話のラストの大爆発のシーンです。最後のシーンだけ見るとですね、カシモの腕がハカリの顔面を直撃したタイミングで爆破しているので、カシモが起爆させた感じが有力ですね。もしくは先ほど解説したように水温がトリガーとなって水素爆発したケースでしょうか。また爆発のタイミングでハカリキンジの4分11秒の無敵モードが終わってるかどうかもポイントです。もしラウンドが終わってないならば、ハカリキンジは水素爆発でダメージを食らっても自動回復できますし、ギリギリラウンドが終わっていたならば水素爆発によって瀕死クラスの大ダメージを負ってしまうでしょう。ただラウンド終了まで残り5秒だったことからギリギリの勝負といったところでしょうか。では具体的にハカリキンジ対カシマジメは何話で決着を迎えるのでしょうか。結論から言うと、次回第190話で決着すると予測します。これを考察するためには過去のデータを見ていきます。まず板取雄二対日車ひろみが第164話から第166話の3話で決着しています。次に伏黒めぐみ対レジーが第170話から第173話の4話で決着しています。次に乙骨ユータ対仙台コロニーのプレイヤー4人が第174話から第180話の7話で決着。ハカリキンジ対シャルル・ベルナールが第182話から第183話の2話で決着。そしてハカリキンジ対カシモはじめが第186話から現在第189話の4話経過という感じです。このうち仙台コロニーは乙骨ユータが4人のプレイヤーと戦闘しているので7話経過するのは仕方ないとして例外としています。とはいえ1対1の虎杖悠仁対日車ひろみ、伏黒めぐみ対レジーが3話から4話で決着しており、ハカリキンジ対カシモはじめも現在4話経過していることから、ズバリ次回第190話、この5話目で決着なのではないかとデータから考察します。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。